跡。え、さやが海外に引っ越して以来だから、もうかれこれ6年ぶりかな。うん、ちゃんと背も伸びたし。そう、子供の頃よく遊んだ公園覚えてる？うん、大きな池があったとこでしょ。ああ、ユリス、じゃあよろしく頼むね。仕方ない、約束は約束だからな。リース・フェルトに？ササミアには関係ない。私がアヤトを案内する。リース・フェルトは仕方ないって言った。アヤトだっていやいややられるより私の方がいいと思う。いやいやではない。二人とも。あら、そういうことでしたら私が一番適任ということになりますね。誰？なぜお前がここにいる？っていうか、その前にまず離れてよ、クローディア。いや、不許可だ。それでは要件だけ済ませて退散するとしましょう。あ、そのことか。ただの書類をわざわざ持ってくるとは、生徒会長も随分暇らしいな。ユリスとクローディアって友達なの？大して違う。え、用が済んだらさっさと帰るがいい。しっしごきげんよう。少し父が大きいからといって調子に乗りおって、あんなもの所詮ただの脂肪ではないか。同意。ちょっと力が弱いんだよな。弱い、すごくいい。師匠をマッサージしてるんだよ。きっとシャーナがみよみ気持ちいい。ふみ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 、こうに気持ちいいよ。寝てし。大石先生に振り飛車を教わってるって聞いて様子を見に来たら。ちょっとリフレッシュを。ジェイスリフレ、トンシシロクズ。ねえ、トー君、なんかあったのか？昨日父さんのこと知ってる人がうちに来てさ、あんな人がこの町にいたらそれこそ有名人だよ。こんな田舎に外から人が来るなんて。ほんとほんと。はい、コーヒーで。どんなやつだったんだ？どんなやつって、それは一応美人かな。お前がそういうこと言うのね。やべ。さやちゃん。まあね。別に甘くしようが。砂糖はいくつだ？ちゃんとストップって言えよ。ほら、ココナッツ、飲めるもんなら飲めよ。おいしい。別に無理して私のコーヒー飲まなくても。さやちゃんのコーヒーがおいしいから砂糖が合うんだよ。まあ、なら別に。店来るなら毎日入れてやっても。じゃあ僕そろそろ帰るよ。あ、失礼します。お客様をお連れしました。あなたは。その説は。もしかして娘の呪いを解きに来てくれたのかね。実は怪獣は私の寿命と引き換えなのです。それはつまり、人間よりもずっと寿命の長いエルフの血を引く私でもおそらく命はなかったものと。いえ、大丈夫です。僕のスキルで寿命ではなくお金が減るように変更したんです。僕たちに任せてください。マリアさん、あなたを助けに来ました。ノルさん、どうなさいました？すみません、呪いのことを何とかするために。でも食欲や物欲を満たしたり、性欲、魅力的な異性と触れ合ったりすれば。では行くぞ。
僕のスキルでも確認できました。16の死因は消えましたよ。ノルさん、このご恩は一生かけてお返しします。そんなやっぱりマリアさん惚れちゃったよね。またライバル増えた。私もちょっといいなと。この負けだ。タラシマ東堂さん、ひょっとして緊張してる？はい。へえ。お父さん、父が厳しかったものですから。そっか。東堂さんはさ。はい。何のために戦うの？父を助けるためです。私からもお伺いしていいですか？なんだい？天桐先輩は。なら俺たちの訓練に参加してみるってのはどう？ごめんなさいです。不用意に手の内をさらさぬように。俺だけなら問題ないでしょ。それは天桐先輩と二人きりでということですか？それじゃあお言葉に甘えて。さや。ところでさっきの誰？あれはうちの中等部の東堂さんだよ。あれで中等部の1年。世界は不公平に満ちている。何よ二人とも。腕なんか組んじゃってやらしい。 A 君のおっさんなんなじみ春咲千代よ。瑛太君とお付き合いするのに春咲さんの許可がいるのでしょうか？私夏川マスズは喜怒瑛太様とお付き合いすることになりました。悪かった、ごめん。本当に悪いと思ってる？俺が全面的に悪い。ギャーエッチー。ま、何してる？メールしましたよ。明日の朝お邪魔しますって。またメールか。ドライヤーどこ？どなた？動くなよ。新手のスタンド使いが現れたとしても動くなよ。ではよろしくね。汗びっしょりですよ。エイト君。修羅場すぎる。才能はある。間違いなくある。姉弟子にどんな目に遭わされるか。はい。私。早く開けて、暑い。いや、ちょっと取り込み中で。師匠、外に誰かいるんですか？いないよ。師匠、来てるんですか？こっち向いてください。これは罪です。で、だからさっきから言ってるじゃないですか。弥一、そこの七寸板をここに持ってきてひっくり返しなさい。え？このくぼみは血だまりって言ってね、対局中に不心得をした者の首を切って。台所に包丁あったよね。冗談って言ってよ。私のこと知らないの？将棋やってて。知りません。俺たち二人とも清滝光介九段って人の弟子なんだよ。年は俺より下の14だけど、女王と女流玉座のタイトルホルダー。わかりました。あなた SM の人ですね。何がおかしい？マッチ号取るわボケ。とにかく師匠を叩くのやめてください。タラブチ、私の実験に付き合ってくれない？
土帝夏目、最年少で十二神将になった神道大蓮寺鈴鹿だな。一般人にしちゃ詳しいじゃん。俺になんか用かよ。言ったでしょ、実験に付き合ってって。大山福雲祭にね。呪詛官、国家一級陰陽師大蓮寺鈴鹿、投降しろ。抵抗するなら命はない。食べる？ふざけんな。ハルトロを離せ。北斗、バカ、来るな。舐めてんの、分家のハルトラ君。いや、あれって彼女？違う。じゃあ遠慮なく。北斗、追っかけても来てくれないし、戻ってみたらあんなこと。キス。てか、なんでお前が泣く。好きな人が他の子とキスしたんだよ。マル、もうみんな寝てんぞ。そっちこそ何してんのさ。明日の分の小テスト作ってんのか。よくやるぜ。あの野郎のどこがいいのか。ハスキーは子供の頃口下手で人付き合いが苦手でさ。すげー、こんな点初めて取った。ありがとな、友達になろうぜ。犬塚のその一言がきっかけでハスキーは変わることができた。なんだマル、まだ用が。聞いてた。どうしてそこまで俺のために。ハスキーは犬塚のことが大好きだから。言っちゃった言っちゃった。ハスキー、俺とペルシアは付き合ってるんだ。だからお前の気持ちは嬉しいけど答えられねえ。だよな、シャルの時みたいに弱みを握られて。違う、俺の意志だ。みんな聞いてくれ、イネズカがペルシアと。ちょ落ち着け、話しよう。けど小さい頃から一緒にいた仲だ。話せばきっと分かって。決して黒犬を裏切ったわけじゃ。で、あの、何これ。白猫に寝返る、または恋仲になったら切腹。童話刀なんか持ってどうするんだよ。さすがに本気じゃ。ハスキだって悲しいぞ。犬塚はハスキの手で粛清するぞ。待て、目を覚ませてやるぞ。なよ、どだどだど。言われねえだろ。逃がさないぞ。あれ、どうしたのマル君。なんで鍵かけんの、部屋入れないじゃん。咲き誇れリビングストーンデイジー。飛び上がり！もうずるい。は？リースフェルトはアヤトを独り占めしすぎ。調べがついている。人聞きの悪いことを言うな。私たちはフェニックスに向けて。レスター、このチンチクリンは途中で拾っただけだ。誰がチンチクリンか。でも超助かった、ありがとう。とにかく世話になった、それだけだ。うん。入試の時に IS を動かしちゃったんだって。なんでそんなことになっちゃったのよ。
エスを男が動かせるなんて。で、その後いろいろあって。イチカ、そろそろ説明してほしいのだが。まさかこちらの方と付き合ってらっしゃるの？シノノの放棄、前に話しただろ。ふーん、そうなんだ。はじめまして、これからよろしくね。ああ、私はセシリア・オルコット、イギリスの代表候補生ですわ。イチカさんとは先日IS の操縦の。ちょっと聞いていらっしゃるの？ごめん、私興味ないから。言ってくれますわね、私の方が付き合いは長いんだし。それを言うなら私の方が早い。じゃあイチカ、放課後にそっちの練習が終わった頃に行くから